どうも、もごうと申します。今回マッチングしていきまして、ヘタレさんよろしくお願いいたします。アーマーガー、ドラパルド、カットロトム、そしてバンギラス、ランクルス、ハガネルで、今回ちょっとこのパーティーで潜ってるのは理由がありまして、本日からですね、レードバトルにこれら6匹のポケモン、あとロトム、縦だ、剣の方だと多分ヒートロトムなのかな、わかんないけど、が出やすくなっていて、なんか公式が中ポケの使用を助長してるってこと、なんか炎上中らしいんですね。まあ別にいいんじゃないかなと僕は正直思ってて、こうやってなんかポケモンの唯一なクソな部分って育成が時間かかって初心者の人がなんか入りにくいとかそういうところじゃないですか。そこを一気にこうやってね、中ポケというかそのランクバトルで戦えるポケモンで運営さんがこうやって押してくれて、もう育成もしやすいと、もう捕まえて、あとはもうダイマックスレベルとかも最初からマックスだから、努力値振って技をちょっと入れ替えるだけで使えるようになってるんで、今回そのね、炎上パーティーを使っていきます。はい、まあてかちょっとまず選手だけ先にやろっか。これ何がいいんですか、初手何がいいんだろう。とりあえず、ロトム、これでいくわ。今回ドラパルドを、なんとか、頑張ったら、リュウマイして通すような、プレイングにしたいと思います。まあ、個人的にさ、使用率が高いポケモンって言っても、ミミッキュとカビゴンおらんから、そこまでなんかガチガチの中ってわけじゃないと思うね。いや、ここはカットロトムから来たね、相手がね。ただ、このロトム、最速スカーフ型っすね。はい。僕、ちょうど水ロトム持ってなかったんでね、ちょうどいいと思って、こいつ育成したんですよ。こいつはスカーフ最速なので、ギャラドスとかに植え取れる。リュウマイ、違う、ダイジェットとかリュウマイ一回積んだギャラドスからも、植え取れるって感じのロトムになってます。どうしようかな。エルフンがね、こういう方なんだよね。どっかでこの2体で起点作ってドラパウドのリュウマイ決めてみたいな。ちなみにこのドラパウドは、もうレイドバトルで捕まえたまんまの技構成。ドラゴンアロドロゴースダイブリュウマイっていうのは。じゃあその辺の喋りは置いとこうか。ここは一旦ボルチェンします。どうしようかな。まあ、ぶっちゃけもうここ、もうなんかドラパルドぶちかましてもいいけどね。向こうも多分ボロチェンなんで、エルフンから行きましょうか。うん。で、エルフンで物理が来たらコットンガード宿り着でうざい受け方して、オッケー。で、なんか特殊アタッカーとか来たら、そのまんまもう置き土産で退場するみたいな。まあ、この後ランクマによくはびこってるね。もう普通の身代わり宿り着、なんかコットンガードみたいな感じではなくて、どっちもいけるような、起点も作れるし、物流系もなんか両方いけるような感じの、まあ、よく言えば器用、悪く言えば中途半端な方にしてます。まあ、もともとエルフンとか俺育成してたからさ、差別化図っていきたい。だから、既存の俺が育成してきたポケモンの。だから今回作ったドラパルドとかも持ってない方になってる。うわっと、ランクルスは。え、何この透明感。ランクルスのこのなんか、あれじゃね、なんか、持てない水みたいな。アマゾンとかで売ってる、そういうやつじゃないこれ。置き土産打ちたいけど、トリックルーム来たら嫌じゃない。ハガネルがいたじゃん、間の場合って。トリックルームありそうなんだよな。かといって、宿り着打ったら打ったで、こいつマジックガードだから宿り着の種打つ意味がまるでないのね。どうしよう。置き土産はでもちょっとあまりにもったいない気がするよな。ハガネル受けなきゃいけないから。ちょっとごめん、ここめんどくさいけど、もう一回ロトムに変えるわ。まあ、もしかしたらトリックルームとかじゃない可能性もあるし。いやでもこれだったらさすがにハガネル言うんじゃないかな。あ、やべえ、瞑想積む方だ。あ、じゃあオッケー、じゃあトリックで潰そうこいつは。うん、よかった、これロトム交換でよかったわ。トリック鬼火というこの2枚構成で、初手にズボルトチェンジ見せてて、まあトリック読まれる可能性あるかな。まあ、別に交換されるのはそれでいいや。あ、されない、オッケー。これでちょっとガチこれ縛っていくわ。うん。はい、スカーフを。バンジ読みとか持ってんのこいつ。あ、で、相手は多分トリック読みでもそのままサイキネス殴ってきてるね。そして一積みのサイキネがそこそこダメージ入ってる。このバンジ読みが発動してるところ何なんだこれ。あ、回復読みか。はいはいはい。これ混乱しないよな、大丈夫だよな。そう、性格。今のバンジ読みとか多分性格によっては混乱してるんだけど、性格もね、ちょっとはしゃぎすぎかな、俺。試合中に。こんな感じになってます。勇敢な性格なので、野生のやつだから、レードさんのやつだから。もう、ロトムこのままじゃ落としちゃっていいか、ドラパルドの起点を作っちゃえばいいんで、ぶっちゃけた話が。ちょっとドロボンで押します。ロトム切る。はい、外した。おい、なんか前回の動画から俺に3連続ぐらいで外してんだ、ドロボン。おかしないか。おかしくねえか、これ。ちょっと待ってよ。じゃあさ、裏ハガネルいないってことでいい？俺、このまんまもう、いっちゃうじゃん。エルフンでおぎみあげぶちかまして、もうドラバルでもう積んじゃっていいよ、俺。
いやでもそれをかますと裏鋼だった場合ちょっと本当に怖いな。鋼ないと思うんだけどな。いやーごめん、ありそう。このままドラッパーでいっか。いやそうなるとランクルスにダイマ切られて最近打たれたら死ぬから、これやっぱエルフンで起点作んなきゃダメだな。いやもうてか普通にドラッパールドでゴーストダイブすればよかったわけの話か、もしかして。ただ多分それじゃ落ちないんだよな、ランクルス。ドロポンが当たってたら分かんなかったけど。お見合い打ちます。うん、まあもう最悪ハガネルトの打ち合いになった時に大フォローでゴリ押すっていう手もあるから、ちょっと贅沢な、もう本当に全てのリソースをドラパルドに切っていくって、そういうスタイルなんで。さあ行きましょう。相手はだから瞑想で一回積んでるのを含めて、だから一段階ダウン状態だよね。ドラバードが、まあ、HP 見たら分かる通り、耐久に結構振ってますんで、そっからもう大フォロー連発できるんじゃねえかな、リム前からの。理想はここなんか下げてくれるのが一番いいわ。最近のとか、一段階ダウンでもそこそこ入りそう。あ、引っ込めた。ってことは何が来るかな、ロトム、オッケー。いや、よかった。ここでランクラスの刺激食らなかったらマジでかい。でかいよこれ。このドラパルドってマジ強いと思うのがさ、ほんと型が分かんないから相手何してくるんだってビビっちゃうんだよね。俺ここももう一発竜舞でいいと思うわ。なんか困る技ある。ドラパルドがさ、ラムの実を持ってるんですよ。ただこれもう一回竜舞積む。これさすがに荷積み安定でしょ。こうしておけばダイマックス大フォローとかでもダイマックスロトムとかダイマックスランクルスとか倒せる可能性が。オッケー、俺ビュってきたー。あららららららら、ラムの身持ちドラパルドをご存知でない、やっちまいましたね。さあじゃあここはもう惜しみなくダイマックス切っていきましょう。それかここロトム側もダイマ、いやロトム側がダイマックスはないからドラゴンアローでいいよね。ダイマ切んねえロトム、さすがに。うん、ドラゴンアロード、どうぞ。なんか買って、硬い。ちょっと待って、竜舞2回積んだドラゴンアローこんな感じで耐えると思うかった。かわせ、あ、終わった、ごめん終わった。はい、マッチしました。オンビラさんよろしくお願いします。ガマゲロゲ、トゲキス、ドラパルド、ナットレ、カビゴン、エースバーン。カビゴン結構きつくない俺のパーティー。どうしようかな、これはさ、ドラパルドを通していくっていうよりもさ、ナットレとかが結構しんどいから、あとカビゴンもしんどくて、ちょっときつ、バンギトリューズ、合間見てトゲキスみたいな感じで、それかもう初手からキスぶん投げるか。僕のトゲキスメガネなんですよね。こだわりメガネ持ってダイマックスでダジェットで素早さ上げた後にもう一発高画力のメガネ技を打つみたいな、そういうのがコンセプトなんですけど、ただカビゴンとかはマジどうしようもないから、おそらく相手の方初手バンギラスとかを警戒してきそうなので、これエルフンからで一回エルフンバンギドリュでいいや。なんか物理多いもん。カビゴン、エースバン、あとナットレなんかもエルフンでなんかうまいこと流していい感じに、しかもエルフンが置き土産持ってるからドリューズの剣舞とかを詰めればほぼ勝ちだわこの試合は。はい、お願いします。やっぱりエースバン来た。まで多分バンギに飛び膝蹴りをお見舞いする予定だったんだろうな。さがしかしここはエルフンで受けていく。このねエルフンでエースバン受けるなんてこいつ頭あることになって思うでしょ。みんな受けれるんですよこれ。コットンガードで物理特化、コットンガードでエルフンの火炎ボール多分3分の1ぐらいのダメージになると思う。それは言い過ぎた。40%は減るか。多分半分も入んない。でもそれ間違いない、半分は入んないですこれ。はい、こんな感じなんですよね。頭おかしいやろこのコットンガードとか技で。宿りの種ぶんまこうか。これがしかもさあと引っ込めたいな、さすがにね。ドラパルド来ちゃった。これドラパルドにできれば当てたい。宿り当てたい。当てろ。オッケー、ナイス。これね、アドリギを当てることによって、まあ、このなんかドラパルドが助け合った場合も助け潰しになる上に、今回エルフン持ち物が大きな根っこを持ってます。大きな根っこによって回復量が、アドリギの種の回復量がこんな感じで、ちょっとなんか 1.3 割増し。
しかもそもそもお相手ドラパルドはドラゴンタイプなんですよ。つまりムーンホース抜群なのね。これさすがにコットンガード見て出てくるドラパルドって特殊型の可能性が高いから、俺これバンギでいいと思うわ。うん、普通に大バンかなんかで焼かれるの一番美味しくないんで。解放者か、バンギでいいです。ここはこれバンギぶん投げて、でもなんかドリューズでゴリゴリに積んでみたいな。多分相手相当バンギ重いと思うわ。シャドーボール、オッケー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 、特殊型だよね。ここをしっかりバンギラスで受けて、あ、なんか発動した、特防下げられた。まあそんなに痛くない。しかもこれ宿り木の種のね、これがしっかりバンギにも引き継がれるから、さすがにここは相手交換だと思うんですよね。それか大ドラグーンとかね、ご利用してくる可能性あるかな。ちなみにこのバンギの技構成もこんな感じです。あのもうレイドで捕まえたやつまんま、もう普通に噛み砕く、どっか噛み砕く打ちましょう。普通に引っ込めた。ナットリとかか、カビゴン、いやカビゴンじゃさバンギ浮かんないぞおいカビゴンじゃ浮かんない。なんか意外と硬くね、このカビゴン。こんなもんか。一応バンギラスの英雄独自134あるんだけどね。134の意地っ張り、特化のタイプ1噛み砕くが。え、じゃあバガジュクラかますか。いいんじゃないバガジュクラで。スーパーソメの方が早いし、何してるどうだろう。これ落ちるかな、耐えるよね多分ね。あ、多分ねってか耐えたよね。え、このカビゴンなんかちょっと思ったより硬いんだけど、これ防御にやっぱ振ってんのかな。 A、B ぶりとかか。うわ、で、あくびでめんどくさい流しプレイしてくるってことは次守るか。なんかようやく学んできた、あくびを打ってるカビゴンは大体守るがあるっていう。バンギラスがさ、ドラパルドに強いからどうしよっかな。これなんならもう一発エルフンでなんか上に行ってもいいくらいなんだよな。うーん、ちょっとそうだね、エルフに変えよっか。やっばい、普段使い慣れないポケモンだから逆に俺立ち回りがわからんわ明らかにパワーは高いのに、ポケモンのパワーは明らかに高い。うわ、しかもダイマックス切ってきた。え、これどういう判断だ。でもあの木の実持ってたから普通の巨大カビゴンだよな、これ。巨大再生、多分これ交換読まれたな。ただエルフンが物理特化してるせいでこんだけ耐えちゃうっていう。これしかもエルフンやばいのがさ、こっから先行で確実にコットンガード積めるから、コットンガード積んだ後の置き土産までよかったか、置き土産っていうか、あの宿りの種の方がよかったかな。 どっちなのね。コットンガードでもなんか十分受け入れるか、制すると思うんだよな。ただ砂嵐のダメージはちょっとやだわ。これ砂嵐がやだ。うわ、大盤持ってやがった。いや、さすがに全然耐える、全然耐えるけど、砂嵐がこれでなくなるから。いや、でもとはいえだな、置き土産だなこれな。あとはもうエルフンってひたすらこのカビゴンのさ、ダイマックスターンをエルフンで稼いで、で俺は一方ダイマックスが残ってる状態にして、でどうしよう、バンギで普通にもう倒しに行きましょうか。バンギで普通に倒しに行くわ、ここ。うん、バンギで普通に倒しに行く。で砂起こしでもう一発天候変えれば、この砂起こしプラスバカ力はちょっとドラパルド裏に、ね、リスクがあるので、普通に噛み砕く、まあ、なんならもうリスク取ってストーンエッジでもいいし、いやこれなら噛み砕くで落ちるね。うん、噛み砕くでいきましょう。俺今日ストーンエッジ3回外してるから打ちたくないので、ね、この技、このゴミ技当たんなかったら威力ゼロだから、確実に噛み砕くで落としきれなくても砂ダメージは落ちる。ちょっとあのバカ力は打てねえ、怖い。オッケーオッケーオッケー、多分まあ落ちるっしょ。うーん、これ微妙に耐えられるとね、これダクビ一応打たれるんだよね、これがエッジ打っときやがった。ドラパが来る。いや、このドラパがなんか身代わりとか持ってるヘンテコな方だったら嫌じゃない。どうだろう、でもいきなりから特殊技ぶちかましてきたもんな。フィールドを書き換えれる技があればなと思った。いや、これね、じゃあドリューズ行くわ。ドリューズ出します。ちょっとさすがにあくびで眠って、なんか万が一があるんで、シャドウボウ見ただけだから、もしかしたらなんか二刀流で竜舞とか積まれる可能性もあるからさ。一応これドリューズ出していく。
シャトーブラン、オッケーオッケー。ちなみにこのドリューズ、特防にドル口250に振ってるんで、全然耐えます。あ、でも、嘘。半分入った。これ多分メガネだわ。これメガネ。これメガネです。このドラパルト絶対メガネ。これはもうダイアス積む。ダイアス。で、もうめちゃくちゃなんですけど、ミントで性格陽気にして素早さと特防に振ってる。で、鶴舞型の砂書き型。レードバトルのやつがなんか砂の力とかやったから、さすがにそれ、特製カプセルがあって砂書きにして、ただそれでも特防に振って、素早さに振って、攻撃力が命の弾と剣の前で補うっていう、そういう方ですね。これね、俺絶対ドラバーメガネやと思う。スカーフでここ抜かれてるってことは絶対ない。はい、ダイヤース。いや、スカーフやとしてもそもそも最速ドリューズ抜けないよな。いや、抜けるんか、ドラバーが。スカーフやったら。はい。いや。で、相手ラストが、エースバーンなんですけど、もちろん砂書きでドリューズ早いんで、エースバーンもワンパンと。てか、エルフンがマジで強かった。エルフンマジ強くなかった。みんな強かったけど、はい、これもちろんしっかりとダイアースを上から打ち込んで、はい、ありがとうございました。はい、マッチしまった。プーさん、よろしくお願いします。ドリューズ、ドゲキス、サザンドラ、ギャラドス、カバルドン、トゲデマルがいるな。これさ、サザンドラとかギャラドスも相当ランクマッチで見かけるポケモンだよね。あとギルガルド、ミミック、カビゴンとか、なんだろうな、その辺でナットレとかかな。どうする、第2弾あったらこのレイド企画の第2弾でもなんかもう中ポケをみんなに使いましょうみたいな感じで公式がご利用してくる可能性も全然ありえるからね。これとりあえずギャラドスがいるから、これスカーフ、ロトムどっかで刺したいよな。ただね、ダイジェット一回積まれてからでもいいと思うから。それはドラパル、これドラパルとね、なんとか頑張って龍舞決めて全抜きできる試合なんじゃないかなって思うわ。だ、そのためにはまずキスとかあの辺の要素を走っていきたい。これロット、いや、これトゲキスで、まずちょメガネキスでビビらせる相手を、でロトムで撹乱して、最後ドラパルトでなんかどっかで龍舞決めて勝つみたいな、そういう理想的なムーブを作っていきたい。さあ、お願いします。うわー、ショータサファンドレ来た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 、これはラッキー、これはラッキーすぎるんだ。さすがにサザンドラ側も突っ込めるでしょ。でこのキス、そんなに素早さに触れてないキスだから、交換はほぼ間違いないと思うんだけど、どうしよっかな。思い切ってなんかドリューズとかなんか読んで、解放者ピンポで打つ。いや、でもその意味ないね。マジカルシャインが仮に半減だとしても相当入るから、これマジカルシャイン、メガネマジカルシャインに押し切る。トムガリ、オッケー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 。いやーこれ言っとくけど相当入るよ、メガネだからね。みんなトゲキスはなんかバラダクミとか弱点保険積まなきゃ弱いと思ってるでしょ。なわけねえんだよ。種族値120あるんだから。うわぁ、でもドリューズか。いや、まあどうせタスキかなんかだしな。ここはもう解放者撃てばよかったっていう後悔はない。これ多分相当入るから。おー、半分。この間のルナトーンのメガネ再起ねぐらいだな。難しいところ。ロトムで行くか。アイアンヘッドだと思うんで、ロトムで行きます。で、仮にドリューズがスカーフだったら、アイアンヘッド連打するしかないから、引っ込めるから、ここで相手がもう、交換も自信とかしない限りは、めちゃくちゃいい効果だと思う、これは。OK。で、これ4分の1なんで、ロトムがいくら耐久無ブルとはいえ受け切れる。初手なんだっけ、あとサザンラだよな。さすがに、これスカーフかなんか読まれそうな気がしてんのね、俺。ここ、俺、サザンラ交換、ボルトチェンジでいきます。なんでやねん、マジか。これ、マジ、スカーフとか警戒せえへんの？そんなことある？じゃあ俺ドラッパで、もう俺切れたで、俺切れたで。今のこの俺の馬振りプレイをすかされたのが結構根に持つからな、俺。じゃあさ、もうこれでいいでしょ。ドリルなんか変なことしてこないかな、ここで。岩石封じだけはちょっとごめんやな。うわ、ここで引っ込めろ。まあ、その引っ込めるタイミングがよくわからん。トゲキス来た。いや、ちょっと待ってくれ。どうだろう。龍舞、ダイマックス、ダイスチルでトゲキス落とせる、これ。落とせんのか。むずいな、これ。どっちにダイマックスを切る試合だ。ドリュ
だから要はさ、俺思うのが、ここで多分トカゲキスに大巻きられて、多分アイアンヘッド耐えるので、だって剣内リーフィアのアイアンテールダイスチルとかも普通に耐えてきてるから、ゲキス。ちょっとこれ俺ゴーストダイブ打つわ。トゲキス大魔読みします。ゴーストダイブ打って、オッケー、これはでかい。でトゲキスに最後ダイマックス切って、ダイジェットで相手のキス踏んで、サザンドラドリューズもまとめて刈り取るっていう、そういう試合だよなこれはな。だからトゲキスにダイマックス切って勝てる試合だ。そうじゃないのかおい。多分相手ダイスチル読んでると思うんだよ。いやここででもダイスチル打ったら俺負けるわ。キスがそれを耐えないわけがないもん。何度も見てる、タイプ不一致のなんか竜前だの剣前だの積んださダイスチルをさ、何回こいつに耐えられた弱点保険可能されて負けないわ。これで相手ダイマックス2点使ってくれてるから、ダイジェット、ダイジェット、ダイジェットだから、とにかくもう ここのタイミング作れたりしてね、ほぼ勝ちだと思う。サザンドラが仮にスカーフとか持ってたとしても、で、ドリューズはもうスカーフじゃなかったし、この俺のトゲキスのちょっとあの、努力値見せるわ、みんなに。まあ、正確脳天気って、これもちろんあの、控えめに変えてるんですけど、ミントで。こんな感じですね。素早さが119で、もう、控えめ特攻でもう、火力に全振りしてるみたいな感じ。ただメガネ持たせて相手の火をつけるみたいな。まあ、つまり何が言いたいかというと遅いんですよ、このキス。遅いなりに、ドラパルトとかは抜けないけど、ダイレクト一回すれば、アイアント程度だったら抜けるぐらいまで努力値を振ってるんで、ちょうど相手いいわ。ドリューズ88、サザンドラ98って、そのラインはダイジェット一回で抜けるっていう。ちょうどいいんだよね。しかも多分ダイレクト2回積んでるな、これな。多分勝ったな、これは。はい、ダイジェットぶちかまされるけど、当然のようにしっかり耐える。なんなら2回ぐらい急所当たってもいいわ。2回急所にもらっても耐えるぐらいの勢いだもん。これで、詰みっすね。お相手は、でもちょっと待って、キスの方が耐久力めちゃくちゃ高いんだけど、これ。硬くねえと、このトゲキス。おかしいぐらい硬いんだけど。大体ダイフェアリーだよ、打ったらね。ダイフェアリー、ダイジェットだから、それ俺がダイジェット2回詰めば、抜けるやろ。さっきからもうなんか積むとか抜くとか、ねえねえ、位置積みだろなんだろ、そういうポケモン用語羅列してるけど、皆さん理解できてますでしょうか。しっかりこれでもう2積みしたから、サザンドラとドリューズを上から縛いていく。でこいつのメガネってこうやってダイジェットなんかやたら積んだ後の大魔明けに火力落ちないっていうのがいいかなと思って、それでメガネにしてるんですね。このサザンドラなんかもちろん大フェアリーで、しばき倒していく。お相手ちょっと意外と小賢仕事してきてんじゃない、おい小賢仕事してきてんね。あれこれで大フェアリーを出してダイマックスターンを枯らすっていうことか。ただこの大フェアリー半減だとしても耐えない。で、こうなってしまった以上、俺はメガネなんですけど、ここもちろんこのメガネで、マジカルシャイン一貫で打っていく。まあでもそうか、相手で目線的にはそういうことをしなきゃダメだよな。最後まで、あがいてこい。いやでも冷静に考えてやっぱポケモンが強えわ。キスだの、もうドリューズだの、もう強いに決まってるから、初心者の、え抜かれた、あっぶね、スカーフサザンドラか。最速スカーフじゃ抜けないんか。ジャイジェット2回積んでも。相手一矢報いてきたな。これで、だってラスターかのかななんか持ってたら、もしかしたら耐えてなかったかもしれんわ。ありがとうございました。いや、びっくりした。俺、勝ったつもりだったのに。完全に。あっぷね。試合の方をご視聴いただきありがとうございました。おまけで今日使った6体ちょっとおさらいしていこうかなと思います。3時間ぐらいかかった。捕まえる。あと、努力値ぶり、技変更、込み込みで、あと、ミントも使って性格も変えなあかんかったから、いろいろやって、なんだかんだ時間かかってんけど、最初からね、ダイマックスレベルがマックスになってんのは、ダイマックスアメが枯渇してる人にとってはかなりありがたいですね。
あと技なんかも、まあ本当に一部変えてるだけかな、今回のは。ドラパとか、あとバンギに至っては一個もいじってないです。ドリューズも、そのドリルを剣の前にしただけで、で、エルフーンもこれ置き土産になってるのはもともと追い風かなんかやったけど、それはちょっと変えてます。ロトムもシャドーボールがあってんけど、それをトリックに変えてる。トゲキスは、神秘の雫だか、なんか守りだかと、原始の力だったのを安田とクラスムースビーに変えました。でもそれぐらい逆に言ったら。あとちゃんと努力値とか振って調整とかしてあげて、性格ミント使って、あと、個体値かな、個体値がちょっと部分的になんか終わってたから、あ、キスなんかはもう個体値も最初から理想だやったな。この辺もちょっと鍛えてやってるけど。まあでもまあそんなに、やっぱ1から孵化するよりかは全然育成しやすかったね。まあ手っ取り早くね、ポケモン育成をしたい人におすすめなんじゃないかと思います。皆さんも捕まえてみましょう。うん、みんなもレイドバトルで中ポケをゲットじゃぞ。ピッピカチュー。